舞です。いよいよ、オープンベータテスト2が始まりました。前回と同じコルキア平原まで到達しましたが、最初からレア装備をインポートしたので、ここまで2時間ほどのプレイ時間でした。ノーマル装備の頃は、1週間かかったと思うので、やはり、序盤の戦闘時間の差が、顕著に出ます。そして、テスト1の頃と大きく変わった点が、いくつかあったので、皆さんと情報をシェアしていきたいと思います。まず一番驚いたのが、他の人が戦っている敵を、後から一緒に殴っても、経験値が入らず、ドロップアイテムがなくなっている点です。ソロの場合、1体の敵につき、1人で、5割以上ダメージを与えないと稼ぎがゼロのようです。これにより、他の人が戦っていない敵を選ぶ必要があり、パーティーを組んだ方が、効率が良い場面が増えました。以前は、ソロで強い人についていけば稼げていましたが、無課金、ノーマル装備の方は、また厳しくなった印象です。ですが、敵を作業のように倒していた以前より、ゲームとしてより楽しくなったと思います。次に、ファンクラブ会員権の NFT が追加された件です。この NFT は3種類あり、一番高価なレベル3のカード効果で、取得経験値 107%、アイテムドロップ率 105%、ショップ割引 10% が得られます。これは正式版からの効果ですが、アップデートで、さらに機能が増えるようです。公式画面のマーケットプレイスか、オープンシーで購入可能で、クローズドチケットを交換所で交換するか、直接、ファンクラブ会員券として売ってあります。正式版から、永久に効果があり、値上がりの可能性と、NFT なのでいらなくなれば、売却もできるという点で、私はシルバーを購入しました。元素騎士がバズらなければ、値下がりする可能性もありますので、購入の際は、ご注意ください。次に、SR 武器の公開力が変更になっている点です。SR 武器は、それぞれ特殊スキルがあるのですが、騎士道の剣は、HP 回復効果があります。ステータスなど、ノーマル装備とどのくらい差があるのか、詳細は、概要欄より、そちらの動画をご覧ください。テスト1の時は、MP60 消費して、HP が15ずつしか回復しなかったのですが、テスト2から、HP が40ずつ回復するようになっていました。これにより、使い勝手が格段に良くなり、格上の敵でも、回復の泉を使用しなくても、食事だけで厳選可能になりました。NFT なのに一度販売した SR 装備の効果も変更できてしまうのですね。マーケットでの相場が大幅に変動するので、なかなか恐ろしい変更だと感じました。正式版に向けて、値段も徐々に上がってきているようです。他の武器の効果変更の情報をお持ちの方は、コメ欄で教えてくださいね。あと、コルキア平原から西に行ったところに、以前は入れなかった新しいエリアが追加されていました。ここはまだレベルが足らず、他にも、たくさんのエリアが追加されているようなので、発見でき次第動画を制作していきたいと思います。その他にも、変更点にお気づきの方は、コメ欄で教えてくださいね。それでは今回は以上です。感想、ご意見などありましたらコメ欄か、Twitter の DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。